12月の日になりまして、それぞれ皆さんもクリスマスのいろんな装いの中で日々を送っておられることと思いますが、またこの教会でも、またいろいろな教会でもクリスマスの楽しい集いが開かれておることと思いまして、イエス様のご降誕を皆さんも一緒に喜んでいただければと思っています。この短い時間のドミニコンサートですけれども、今日ゆっくりお楽しみいただきますようにお願いいたします。じゃあ、司会者の方からご説明をしていただきます。皆さんこんにちは。まだおひつまつというところまではいかない、まだ始める12月の10日、明日の10日ですが、9日、まだまだ気ぜわしいまではいきません。脳も、まあ、お尻の方からふわふわと追い立てられるような感じですよ。で、今日はコーヒーカンパーか、まあ、コーヒーカンパーというか、このコーヒーがテーマになるというのはちょっと思わなかったんですが、それはいきなりコーヒーいかなかったというのは、あ、そんなのがあったのかと私は飲むんです。ところがコーヒーカンパーが有名でして、ところが日本ではあまりやらないという、それでこの9月の1日にですね、高槻リバーラインホールのグループがおやりになった。それがきっかけになりまして、そのまんまここでやろうということになりまして、ご用意したわけです。ではどうぞ。コーヒーカンタータのことについて、バッハとについてお話しさせていただきます。この、大体コーヒーというものはね、コーヒーカンタータと書いてございますけども、本当にコーヒーの歌でございます。コーヒーの歌でね、バッハと聞きますと普通難しい曲だろうな。ものすごい美作曲だから、事実たくさん作ってられますけど、いろんな管弦楽曲も作ってられます。声楽曲、それから合唱の入った大オーケストラの曲作ってられますけど、このカンタータについては、当時バッハ1685年まで、今から300ちょうど計算します、320年前にお生まれになってるんですよね。当時にヨーロッパ、イタリアを中心として北の方へ、ドイツ、イギリスの方へこう音楽なども ルネッサンスとともにこうと盛り上がってきて、そのバッハの頃に、コーヒーなどもアフリカあるいはインドの方面から入ってきました。コーヒーを飲むのが一種の流行になって、上流社会の流行となったわけですよね。で、高級な日本でいう喫茶店みたいなものがこう、バッハはベルリンの南の方のライプツィヒ、どうも地図の上で見ますと南西150キロぐらいの町ですけどね、ライプツィヒという大きな町で生まれました。でバッハ自身もその頃はコーヒーをたしなんでて、バッハに自分の作っている楽団のものを引き入れて、そこで楽団員にもコーヒー飲ませ、一般の人にも音楽を聴かせて、
やってたそうです。で、私自身もかなりこのメンバーを見ていただいて分かる通り、非常にどういうメンバーかいなと思われたけど、ね、私のような年寄りもいますし、それからあの水も滴るようなお若い方もいらっしゃいますし、非常に変化に富んだグループでございます。お楽しみに聴いていく。それでもあの歌というものは、あるいはあのこれ隣にいらっしゃる古田と斉藤さんですけどね、ピアノに合わせてオーケストラを一人で引き受けてやってくださってるんですけどね、今日はもう聴いていただいて分かる通り、いつ息吸ってられるかいな思うぐらい連続です。大変な重労働をやってられると思います。まあそういうわけでね、あの私の若い頃なんかにも、若い頃って本当に子供の頃、大正から昭和に入った時代に大阪の市内に住んでたんですけど、時々 COFFEE と書いてあって、あれは何かいな、どうもコーヒーらしいなと思ってね、私が中学へ入った頃ですけども、もう戦時色が大変 強くなってた頃ですけど、コーヒーが流行ってました。あれハイカラなもんだなと思って、まあそういうことでね、この中には物語は単純な物語でございます。シュレンドリアンという親父さんと、頑固で堅物で、同じことですね、これ頑固は堅物な、シュレンドリアン、あそこの山本さんでございます。素晴らしい場所でございます。それでいて一人娘か二人娘か知りませんけども、娘のリース編、石田さんでございます。リース編という娘にいつも文句を言ってます。どういう文句って言うの？コーヒーばっかり飲んで、もう早く嫁に行ったらいいんだというところから始まるわけなんですけどね。そうそう、嫁に行くというのは最後に出てくるんですけど、コーヒーはやめなさいという。で、物語の中で、この音楽の中でも、父親と娘の、まあ言ったら、口喧嘩がしょっちゅう出てくるわけなんです。それを楽しんでいただければ、その親子の絆の、その深さといいますかね、喧嘩ばっかりしてるけれども、親父はもう、あの、綺麗なリボンも、靴も、ハイカラなスカートも買って、もう買ってはやらんのぞ、いいわ、そんなんいりませんよ、ただ一日に3回コーヒー飲ましてもらった、非常にそれだけで幸せですって娘は抵抗するんですけど、そこの中に非常にあのこの言い合いの中に、親と娘のこの父親と娘の愛情の交換があるように私は思うのでございます。あんまりあの下手なお料理をこのぐらいにさせていただきます。それではあのスタートさせていただこうと思います。あのよくなります。私はあのこの中でも非常に出番の少ないテノールでございます。司会役をやらさせていただきます。それでは始めさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。おしゃべりはやめて、皆さんお聞きください。その名はシュレンドリアン、娘のリース編つかみ、熊のように叫ぶ。それでは始めましょう。やっかいなことばかり。
れば厄介なことばかり。今いまし娘じゃよ、今いまし娘じゃよ。子供も大きくなれば厄介なことばかり。今いまし娘じゃよ、さて子供も